お集まりの皆さん、こんにちは。千葉市を拠点に活動しています、チームリゾーです。本当に嘘みたいな本当の話があるもんで、今年札幌に行くらしいんです。行くらしいんですっていうのは、まだ全然実感もなくて、本当に T シャツと体操服のズボンでやっていた私たち、もう前神楽さんとか北天海さんとかビーグさんとかはすんごい1キロぐらい離れた米粒ぐらいで見ていたのに、一緒に同じようなステージに立つなんて本当に夢のように思います。これもですね、本当にここまで支えてくださったチームの関係者の皆さん、そして応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。まだ解散しないんで、はい、一応は解散しないとは思うんですけども、本当に本当に多いんですけど、皆さんのおかげでここまで来たっていうのは間違いありませんので、向こうに行っても一人でも多くの人に愛と勇気を伝えることができたらいいなと思っています。またこうやって立っているのはキッズ大会の時からのもう癖で、おぎ組いぶきの真似をしてこういう立ち方をしたものです。みんな真似っこからまずは始まって、リエゾーがって言ってくれますけど、他のチーム の皆さんの真似をしながらうちが成長できました。またまたありがとうございます。感謝の気持ちを持って北海道に臨んでいきたいと思います。それでは演舞の方いってみます。ご先導だ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
自分たちらしく精一杯演舞してきていきたいと思っております。温かいたくさんのご声援、